こんにちは、天音デザインです。今回はこちら、透明のマーブルランを作ってみたという動画をお送りします。マーブルランを作ってみた動画では、こちらの二重螺旋のマーブルランを作ってみたという動画ですとか、こちら有機的な造形が特徴のマーブルランを作ってみたという動画ですとか、こちら連絡通路のあるマーブルランを作ってみたという動画もございますので、よかったら概要欄のリンクからチェックしてみてください。それではご覧ください。どうぞ。
はい、というわけで出来上がったものがこちらですね。透明の二重螺旋のマーブルラン。ここに入り口が2つあって、この螺旋が2つあって2つ入り口があって、最後合流して1つの穴から出てくるという構造になっています。でこれが検証の結果、必ずボールをですねコースアウトさせてしまうということで、このようにコースアウト防止のケースをかぶせて、このようにして完成というものになりました。これはこのケースは上に穴が開いていて、ここからボールを入れるとやがてこの穴に落ちて、そして出ていくということで、このケースにもここに穴が開いているという感じです。オシムラックはですね、このマーブルランの片方のこの出口の部分の造形がうまくいってなくて、ちょっとボールが詰まっちゃって出てこないというのがありました。それがちょっと惜しいところかなというふうに思いましたね。ただ二重螺旋自体は綺麗に成形できてたので、そこは良かったかなと思います。あと良かったところは、このようにですね、このケースをかぶせたことによって、ここからボールを投入すると、このボールが穴に入る前にこうボールがバウンドするんですね。そのなんかアクションが結構見ていて楽しかったな、面白いなというふうに感じました。よかったら何かの参考にしてみてください。今回は透明の UV レジンを使って 3D プリンターで透明のマーブルランを作ってみたという動画をお送りさせていただきました。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。